公園館です。公園館の横はね、はい、丘になってます。ここがチューリップが植えてあります。ちょっと見てみましょうかね。気温が10度ぐらいでしたかね。ちょっと寒いんやけど、おお、咲いてます咲いてます。チューリップほら咲いてますわ。こんなんだね、チューリップは。手前のはまだ今からまだ咲きますね。手前はね、今からまだちょっとチューリップの方、反対側も咲いてますね。今年はコロナでね、まずチューリップ祭りが中止になりましたんでね、それでも咲いてます。北側の方が一本の方が多いんやけどね、咲いてるのは見てますけどね、綺麗に咲いてますよ。パーキングの方はね、かなり8割方入ってますわ。このパーキングはね、3箇所あるのかな、3、4箇所あんねんけど、満車になるとね、臨時で開けてくれるんでね、何台入るか分からんけど、すぐに数入りますわ。どこやったっけ、公園の方やったな。じゃあこれ公園の池、いや池の方やな、池の方いらないからね。な、どこやったかい、あ、こっちやな、池はこっちですわ。もうね、高田の方はね、昨日一昨日ぐらいから散り染めですわ。昨日一昨日やったかな、こんな話で見てくれてんね。店のお客さんでね、見てくれてる人おるんやけどね。どうでしょう、去年もかなり満開の時ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないんだけどね。ここ左行ったとこやったな。いや全然見えないね、花、桜見えないぞ。え、ああ、やっぱり散り染めか、肌ぐらんとんじゃうやろうな。そんなことない。ああ、そうですね。去年のちょっと遅かったですわ。ちょっと遅かったな。あと2日ぐらい遅かったですね。木曜日より来ればよかったんだよな。3日ほど前に。ちょっと木曜はね、反対側を通ってたんでね、チューリップを。そうなんですわ。散り染めでございます。まだまだ綺麗ですけどね、朝日に当たってね、キラキラ輝いてますわ。こんなんやね。去年はもうちょっと早かったですね。ちょうど満開ぐらいの時だったかもしれない、去年は。記憶をたどるとこんなんですね。もうね、肌くらいやね、ちょっと葉が、葉っぱがね、出てきてますわ。だね。まあまあ、これ許してもらおう、しゃあないね。日にちがね、2、3日遅かったんでね。まあ、それでもね、この木によってはね、まだちょうど、散り染めのやつもありますわ。ほら、これまだね、ちょうど満開かもしれんね、これは。超満開時とかですよ、これ。この桜ね、超満開でございます、ね、でこちらの方はもうちょっとね、木によってちょっと違うんよね。こちらもだいぶ花びら落ちてるんでね、ここはだいぶ落ちてますわ。落ちてても綺麗よね。
ほらほら。ほら、綺麗や、やっぱり。こんな感じですよ、これ。ね、こんな感じでございます。こんな感じでね、桜並木でございます。桜、どれぐらいあるんだろう。2、30分ありますかね。この周りにね。ここは、あれなんですよ。古墳なんですよ、古墳。ここね、古墳。4号墳やったかな。なんか古墳なんですけどね。何も残ってないんでね、わからないけど。ここはだいぶ散ってるね。見てください、この古墳、古墳のね、形を。で、どこは乙女山古墳がどこあったら、こっちがそうですよ、こっちね。こっちがそうやけどね。中入れるのか、入らないよな。はい、ちょっとこっち歩いてみましょう。カメラマンがいっぱいいらっしゃるんでね、邪魔ならないように。おお、すごい花びらが、風が吹いとるんでね。あら、ほら、綺麗やわ。はい、頭の上にもいっぱい乗ってる、これ。あっこもチューリップ畑があんねや。ちょっと行ってみましょうかね、向こうの方ね。時間あるかな。時間があんまないんやね。あと何分ぐらいあるかな。ちょっとわからんね、時間がね。おお、ここの辺も裸なんてね。あれ聞いちゃうか、あれ違いました。あれ裸やけど、気が違った。桜やなかった。はい、こんなんで。じゃあ、チューリップ畑をちょっと覗いて帰りましょうか。もう全部チューリップ畑と向こうまで。これは見事なもんですよ、これ。見応えありますよ、このチューリップ畑は。この向こうまで全部チューリップ畑さんもね、丘の上まで。ねえ。あ、ここに白がありました、これ、白。白がね、綺麗よね、白も。白、赤、白、黄色で全部揃ってますよ、これ。ああ、向こうの白や。ここ入られへんかったな、この先な。ほんなら、こっちから、こっちから行きましょうか。これね、ここ、これなかなかね、こんな綺麗でね、こんな花なんか綺麗で、若い時思ったことないけどね。花見てもね、なんとも感じなかったけどね。花見て、ね、ビールを出して飲んどるちゅうのいいからね。こんなんですか。ほらほら、北から行ってまうね、これ、この上行ったらね。これ、壇の上もね、そうなんです。そこが乙女山古墳でございます、それがね。その古墳はね、もう竹やぶで中入れないんですよ、全然ね。うわぁ、これすごいわ、これ。これすごいですよ、これ。ほら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 。これ、うわ、すごいすごい、ここ。これはやっぱり中に入ったことありませんわ。ね、こんなすごいのはね。こんな上までずっとすごいんですよ。ね、この、トンネル越えるとね、北側の駐車場なんだけど、あちらの方もずーっと見えてあります。あの上にね、ずーっと芝生の広間がね、ずーっと見えてあります。チューリップもとにかくすごい数でございます。数えとらんけどな。15万本くらいあるから、5万本？ほら、5万本と言わんかもしれません、これ。すごい数ですわ。はいはい。もうね、もう帰らんとね、時間がね、ないんですわ。こっちからね、移動でしょ。はいはい、これね。これなかなかね、茎が長いですよ、このね、オレンジのやつね。全体的に茎がね、短いの多いんですよ。これがいいね、この長いのね、茎のね、長いのね。こんな長いの、これわかるかな。こんなんですね。ここ面白いですよ、この作。これ面白いね、こいつ。尖ってる花が。白いやつもね、
分析してるやつ、これね。よろしいでしょう、これね。取りに来るんだけどね、ちょっと遅かったタイミングが。去年の桜は今年はどうなってますかって言われてね、そうやったな。時間帯行きますよ、言うて。今日ですわ。そっから3日ぐらい、2日3日経ってるかな。こんなんですわ。ね。